はい、ここがですね本作、一番の舞台となりますエデンになります。このエデンという街ですね、あのこの北斗の拳の世界っていうのはもう本当に世紀末の、水がない枯れ果てた、世界観なんですけれども、なぜかこのエデンという街には水が豊富にありまして、でまたその水を利用してですね、あの発電も行っているので電気も使えるという、そしてあの水があることで、様々な果物だったり、植物が育つので、あの食料も豊富にあって、このような、バザールと言われる市場みたいなのも発展している街になります。それですね、まあ、そんなあの資源豊かな町ですので、あの当然自然と人が集まってきますし、あのまたこう野党たちに、ね、狙われるということもありまして、こう街中でこういうふうにバトルになることもございます。で今作あのバトルなんですけれども、基本的にはあの龍が如くのバトルシステムを、踏襲しながら、今回北斗神拳を使うというところで飛行アクションというバトルスタイルを、採用しております。あの四角三角、龍が如くやられた方はご存知だと思うんですけれども、四角と三角のコンビネーションで多彩な技が出まして、まあ、そこからあの飛行をタイミングよくつくことで、効率よく敵を倒していける、そういったあのバトルシステムになっています。でこのエデンの中、またバトル始まりましたけれども、ですね、まあ、当然あの龍が如くでありましたヒートアクションに当たるもの、奥義と呼ばれる、北斗神拳の奥義ですね、それがあのふんだんに盛り込まれております。でこれもあのケンシロウが、戦ったりあのミニミッションとかもいろいろあるんですけれども、それらをクリアしていくことで、経験値を経て、能力強化していき、また修行等の内容もありますので、そこで新しい技をどんどん、増やしていける、そういった形になっております。でこれが今あのバーストモードと呼ばれるものでして、この状態になった時にだけこう自由に、ジャンプができて、叩きつけるような、まあ、一掃できるような、アクションになっております。でこの、はい、夜の歓楽街などもこのエデンというのでは再現されてますので、今ちょうど画面でご覧になっているこのエデンって書いてあるのは、このエデンの中にあるナイトクラブです。でこのナイトクラブには働いている女の子もいればお客も当然やってくると